これめっちゃ見える。これいくら？230円。あ、230円。これ最大時にあるの初めて知ったね。これエビカツバーガー、エビカツバーガーです。はい、じゃあムルヘンの関係のパン屋さん、おすすめってありますかね。まあ今出たところで、まあ今人気があるのはそのディプロマットっていう右から2番目のやつなんですけれども、とか全体的に安いですね。そうなんです。その学生さんが多いんでちょっと頑張らせてもらってるんです。ちょっとじゃあこれ。はい。もういつも同じところでやってるんですか、ここで。そうですね。あの日曜祝日以外は朝6時半からやらせてもらってるんです。はい、どうもありがとうございました。すいません、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、また来ます。もうこれ懐かしのね、メルヘンです。じゃあ今日はね、こちらに行きます。はい、まあ、楽しみですね。はい、もう先に先客が、はい、すいません失礼します。じゃあ、はい、こちら西大寺駅前の品とは違いますけど、こちら軽トラタイプの方で販売している品なんですよね。ここで買えるということです。で、なんかおすすめってありますかね。おすすめ、こちらのホームサラダになります。さっきのはね、あ、さっき買ってないですね。似てますけど、あの大寺の駅前のあの販売者、いや、なんかね、生地がすごい柔らかい感じだったんで、多分違うような感じもするんですけど、こっちではなかったですね、うん、これではなかったですね。じゃあハムサラダを一つと、はい、